はい、半間岩先生です。サヤトリキの、相関係数のですね、で求めるサヤトリキのね、ちょっと実際に本番で、少し投資してですね、いろいろと調べてたんですけれども、私の場合ね、今株じゃなくて外貨で鞘取引をしてます。で、まあちょっとバイナリーオプションの方も試験投資デモでやってますけれども、全部で4台動いてるんですね。で、真ん中のはこの鞘取引ですね。実際にこれは本番やとしてるんですけれどもね。このようにちょっと上がってきたようですね。これちょうどね、買いに入れたんですよ。で、この通りでね、まだマイナスなんですけれどね、このように仕掛けをしてね、本番投資しております。で、このね、さや取引の、分析で私がね、考え出したハンマー用先生方式の、ハンマー方式のね、相関係、係数っていうのを僕は作ったんです。これは一般的に使われてる、相関係数なんで、ちょっと、同じなんですけど、0.901でね、1に近くていいわけですね。で、相関係数っていうのは、マイナス1から0が真ん中で、で、プラス1までなんですよ。で、私の発明した公式のね、相関係数の求め方はね、0から1になります。で、マイナス1はありませんから、0の間はありません。ね。で、この2つの銘柄ありますでしょ？このね、2つ。これはユーロ円でね、ポンドと円ですね。米というか、A。ね。で、それでこの2つから、このね、利益、為替、ね、利益グラフを出します。で、それからこれをね、私の場合はね、この利益率から、相関係数を求めます。この2つでこういう波形作りますでしょ？ね。そうこういう波形になって、この波形がね、私の方の相関係数ということでね、求められるんですね。だから私の場合はね、単独で相関係数って求められるんです。ね。ただ、この2つの、ね、いろんなのを比べてて、こちらで、相関係数、私流の相関係数を求める行為ね。相関係数を求めると精度が高いんですね。この相関係数よりか、2倍以上高くなります。で、まあ実際この2つは必要なんですけども、このいろんな通貨国を2つ選んで、こういうふうにね、利用合わせた利益、鞘取引の利益チャートを出しますよね。で、この波形から相関係数を求めます。私の方はね。だから一回これを、で、その相関係数が0から1までで、ね。このやっぱり1に近い方がなるべくいいわけですね。というのを通貨国を選ぶんですね。だから、まあ、一瞬にこれとこれ合わせながら、これができて、ね、こう波形を、これを作ってこういう利益波形ができてね、一つの波形になるわけですね。ね。で、それから、その相関、このね、上上がりの、状態が、取引に向いてるかどうかということを調べる相関係数なんですね。こっちとこっちを、まあ、調べますけどもね、こっちとこっちを二つがいるんですけれども、ね。それから、こういう波形を出して、作って、それで、僕の相関係数に、このね、データを入れ込むと、
0から1の、ね、同じようなのが出てきます。ほとんど相関係数の、これと同じような感じですね。で、やっぱ高いんで、こんなに 0.901 に高いのは、やっぱ同じぐらいのやっぱ意味を持ちます。それで、これ、利益数だからこの2つやってますけど、私の相関係数は、一つの通貨国でも出ます。相関係数が出るという特徴があります。これ二つ出さなくても、これが普通の外貨の波形だと思えばね、この一つでも、ね、一つの通貨国でも相関係数っていうのは出るんですね。私の場合は、利益直の波形、当然これ二つは大事なんですね。保険取るんでね。で、二つでやんないといけないんですけれども、ね、保険が入るわけですからね。大事なんだけど、必ず二つは必要なんだけど、取り込むときの相関係数の求め方は、ね、これ一つだけで求められるんですね。相関係数ね。相関係数ってのはこの二つを、ね、計算するんですよ。これじゃないんですね。それで、相関係数が求められるんですね。これ全部平均値取ってね、これ全部上のね、青と赤の平均値を取って一つずつ、この違いをね、計算してって全部取っていくんですよ。ね。そんな難しいんじゃないけども、ちょっとし、処理、私やると時間かかりますけども、簡単にね、計算できるようにプログラムしますけどね、私の方はこれで相関係数を求めます。だから0から1までですね。通常はマイナス1から0プラス1になりますね。で、私の相関係